今から教室で何するの？何する？何見るの？何するの？行ってきます。ありがとう。じゃあ頑張ってね、楽しんでね。ファミリーさん、おーい、寝てる？ちょっと待って待って。あ、目開いた、目開いた。見て、喋ってる、喋ってる。鳥取県湯梨浜町のハワイ小学校に通う2年生のエミリちゃん。日常的にさまざまな医療行為が必要な医療的ケア児です。1月9日、始業式の日。はい、皆さんおはようございます。1年間の総仕上げ、総仕上げをする気持ちで頑張ってほしいと思います。エミリちゃん、2年生の3学期が始まりました。国指定の難病、ミトコンドリア病の一種、リー脳症という病気を患うエミリちゃん。常時人工呼吸器を装着していて、目は見えず、耳も聞こえません。普段は特別支援学級、なでしこ学級で過ごしています。バイバイ。じゃあ、おもちゃ、おもちゃ楽しんでね。行ってきまーす。この日行われたのは、通常学級の子どもたちとの交流授業。2年生の教室に1年生の児童たちを招待して、一緒におもちゃを作るおもちゃ祭りが始まりました。キャラテープでスタート。エミリちゃんはみんなが使うテープを切る係。待てよ、危ないよ。待てよ。おいしょ。どれだ、エミリさん。ありがとうね。ありがとうエミリさんと関わるときは常にやっぱり笑顔になれる、優しくなれるっていうところがいいところだと思います。そしてそれが学校クラスの中に広がっていって、笑顔がいろんなところで見られる学校になってきたんじゃないかなって思ってます。こうした中、エミリちゃんの母アキコさんの生活にも変化が。今日は塾のお手伝い、はい、英語を教えています。Friday. Saturday. Saturday. Very good. 24時間体制でエミリちゃんを見るため、これまで働きに出ることができなかったアキコさん。エミリちゃんの小学校入学で、アキコさんの生活にも少し余裕が生まれました。This is an interesting movie.This is an interesting movie. Interesting. Interesting. Very good. Very good. 文部科学省の調査によると、地域の学校に通う医療的ケア児の保護者のうち、学校生活に付き添っているのは実に6割以上。医療的ケア児の保護者が仕事を制約されたり、離職を余儀なくされたりすることが今、深刻な課題となっています。まあ、経済的なこともそうなんですけど、やっぱりこう社会とつながる、人とつながるっていうことの大事さっていうのをこうやっぱり改めて感じますね。なんか私も何か誰かの手助けになれるとか、私もやりたいことがやれるっていうのはすごくやっぱ生きがいというか、こう生活の中でも張りだったり、やっぱ以前にも増して、なんかこう毎日がなんか楽しいなって思える日が本当に増えました。いらっしゃい。
難病や障害を抱えるエミリちゃんが特別支援学校ではなく地域の学校に通うことに対して批判の声は少なからずあるといいます。それでもエミリちゃんとの日々は周囲の子どもたちにも着実に変化をもたらしています。自分ではタッチとか思うことができないところがあります。自分で動けるところとなんか自由じゃないところとなんか違うと思う。悪いことではない。違う人がいてあって、まあ、みんなが楽しめるなって毎日思ってます。同じ人間だから普通にみんな仲良くできて嬉しいと思います。自分とは違うけど誰とでも仲良くできたら楽しいから、楽しいこともエミリさんと多分一緒にできてるんだと思います。共に生きるために新たな挑戦も始まっています。はい、手話の勉強に来ました。まあ、エミリの関係で盲ろうの方と関わることがあって、それで手話を覚えたいなと思って勉強に通ってます。あきこさんが始めたのは聴覚に障害のある人たちのコミュニケーションの手段でもある手話。エミリがいなかったら確かに盲ろうの世界は知らなかったし、手話やってみようかなって思わなかったと思うから、そうですね、エミリがきっかけで、はい、新しい世界を見せてもらってます。いつか手話通訳士になりたい、なりたい。はい、素敵な夢ですね。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。いつか自分も誰かの役に立ちたい。エミリちゃんからもらった夢が広がっていきます。おかえり。どうだったきゃ。疲れた？楽しかった。はい。何もかもが初めてだった。多くの批判もあった。それでも親子が切り開いた道はきっと後に続く多くの人の希望になる。共に生きる。そんな社会をここから一歩ずつ。